はい、どうも皆さんこんにちは。今日は2022年1月10日月曜日、祝日、成人の日でございます。はい、ね、成人になられた方ね、本当におめでとうございます、ね、これからね、また社会へ出る方もね、学生の方もいらっしゃいますけどね、まあ、頑張ってください。はい、飛騨五号についてはちょっと行き分かりもちょっと見れませんで、格好書きのところはですね、まあ、そのサイクルを追っていくと、編成になるよっていうところなんですけども、飛騨五号の8号車については多分ね、サイクルを追っていくと1110だと思うんですけども、多分ね1118にもちょっと見えた感じがしたので、ちょっとね、そう2つ書いてハテナとしておきました。組み替えが行われている可能性もなきにしもあらずというところでございますので、ちょっとね、何とも分かりませんでした。格好書きのところはサイクル通りのね、あのやつを書かせていただいております。さあ、そんなところで列車は、名古屋駅到着でございます。この列車には、はい、飛騨1号でございますね。飛騨1号、あらかじめホームでお買い求めの上ご乗車ください。はい、飛騨1号は4両編成で、でございます。増結なしでございます。本日の増結は飛騨5号の5両編成ね、それだけでございますね。飛騨5号は1両増結、5両編成、それがもう本日の 増結でございます。で、南紀号についても1号がね、3両編成ということでね、ちょっと増結はなっておりますね。ただ、南紀7号については2両という形でね、またね、例の変速編成というような形になっております。さあ、これは飛騨1号でございますね。はい、飛騨1号11番線へ入線というような形でございます。隣には快速に51号がね、待ち構えております。さあ、飛騨1号のね、高山行き、どんな編成かっていうのをね、また多分この辺りもね、あまり変わらないような感じがしておりますね。はい、明日の3号高山編成になる予定でございます。さあ、続いて南紀1号でございます。南紀1号、今日ちょっと飛騨号のね、発車式でちょっと撮影をしておりますので、ね、ちょっとね、これで南紀号に入れ替わりというね、13番線の列車は車庫に入ります。さあ、南紀1号については3両編成という形ですね。3号車までというような感じのテロップが流れております。さあ、これで南紀1号紀桂駅という形になります。さあ、ここからはですね、多分ね、中央本線用の313系のね、211の5000番台、313系は1300番台でしょうかね、それは10両編成ですかね、それが来ております。まあ、中央本線も今後8両編成に、ね、もう固定化されるということですね。8両固定編成の315系が入ってくるというような形でございますね。さあ、南紀1号については本日3両編成ね、ここで行き放し、6号でこのまま通り帰ってきたら、名古屋の車両区へ一旦入りまして、そこでね、簡単な清掃を、清掃は簡単じゃないかな、まあ、整備、簡単な整備と清掃を行って、3号車を切り離すというような形になると思います。85の12と1114ね、これで多分明日これで2号になってね、7号で出発して2号で、帰ってくるような、そんな運用じゃないかなというふうに思っております。さあ、本日はですね、3連休の最終日なんですけども、増結は本当に少なくてね、なんとさ、左側にいる313系、今回であればそこに211のね、0番台 計52編成、あれがね、本来であればいるはずなんですが、計51編成は、運行しておりますが、計52編成どこへ行ったんでしょうかね。ここは1番がね、つながると計52編成でございますが、最近姿を全然見ておりませんので、ちょっとね、安否がどうなっているかちょっとね、心配でございますね。まあ、何か整備をしているんであれば復活してきてほしいですし、あとまあ、2ヶ月ぐらいでしょうかね、お機会がちょっと真っ先に行われるような形だと思いますので、まさかもうお機会が始まったということではないでしょう。まあ、その辺の時間が非常に心配ではございます。さあ、飛騨3号富山行きでございますが、増結しておりませんので7両編成ですね。
はい、1号車から4号車が高山止まり、8号車から10号車が富山行きという形で、ね、中間の、ね番号はちょっと踏んでおりますということですね。この辺りもね、ヤゴの中でも面白いなと思っておりますね。さあ、これがね、1打3号のものでございます。こちらの高山編では昨日の1打1号の編成が使われる、そんな形の運用となっております。さあ、こちらです。209です。200番台で唯一バリアフリーにね、改造された、編成の車両でございますね。で、こちらが、富山編成。富山編成は下のね、1段7号の富山編成になるんですね。そんな運用で、回っております。なので、これを見れば、あ、下の1段7号富山編成についてはとても分かったという形になりますね。この富山編成は4編成ございますので、実際この国波82の300番台と国境85、これ5編成ありますので、常に基本的には一緒編成で、ね、この2つ、車両については、余剰が出ているというような形になっております。さあ、続いて、名古屋車両区に移りたいと思います。開始組1号鳥羽行でございますね。さあ、本日の313系は、方向幕なのか LED なのかどちらが来るような感じでしょうかね。はい、 B4 編成 LED でございましたね。さあ、そこで止まっているのは飛騨7号ではございません。この編成は何に使われるような予定なんでしょうかね。さあ、飛騨7号の編成、それから飛騨向こう側に飛騨5号がおりまして、全然見えないような形でございましたね。はい、こんなところでですね、動画終了でございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またですね、明日も撮っていきたいと思っておりますので、チャンネル登録まだの方ぜひともしていただけると助かります。それではまた会いましょう。さよなら。